こんにちはシークエンサーです、えー、先週ですね桜井ののかさんとコラボさせていただいた時にですねまあ歌舞伎町にはやばい人間がたくさんいるよって話を聞きましてもう本当にね目から鱗な危険な話をたくさん聞いたんでもうぜひその動画見てもらいたいんですけれどもまあそんな中でですねやばい人たち一体どんな見え方をするのかっていうのは僕話さなかったですよね。 まあ僕も新宿歌舞伎町に本社があるのでちょこちょこ行くんですよあの辺にね、えー、夜も行きます朝まで仕事して朝始発で帰る時とかもあるので、まあ、桜井さんが会ってるような人物をおそらく見かけたであろう経験はあるんですよじゃあそのやばい人たちって一体魂は生き量的なものはどのような状態になっているのかということを今回お話ししようと思うのでまあちょっとニッチな話にはなっちゃうんですけれども興味ある方は是非最後までご視聴してくださいそれでは行ってみましょう レッツゴーまあ、できれば触れ合いたくはないような人種。でも、道ですれ違えば会わざるを得ないわけじゃないですか。で、あの人、やばそうだなっていう人物っているでしょ。で、これがですね、マイルドヤンキーみたいなものと、本当にやばい奴らっていうのはね、結構ね、違うんですよ。 まあ街をか歩してると例えばピッチピチの T シャツでなんかネックレスつけてなんかこんなんなって歩いてるような人たちっているでしょね居酒屋のキャッチとすごく仲良さそうな感じで喋ってたりとかするようなそういう人たちっていうのは単純に悪い人たちなんですよ。何て言うんだろうな、まあ、単純に悪いって言うとよくわかんないけれどもまあ怖いというかねまあいろんなところできっとヤンキーの番長みたいな人だったりとかがこっちに上がってきて、えー、ちょっと仕事してるっていう状態だからまあ、人間ちゃ人間なんですよね。 ただそれに紛れてですねたまに本物がいるわけなんですよねまあ、桜井さんも言ってましたけれども歌舞伎町には、えー、そういう人たちっていうのがあふれかえっているんですよ。本当かって思うかもしれないけどこれみんな気づかないんですよ見てても別に見て「ああ詐欺師だ役中だ」とかそんなのってね意外と分かんないんですって。知らぬ間に 何人も何人ももすすれ違ってますよもうあの歌舞伎町抜けたところにある東方シネマズで映画見てますなんていう人たちなんかね絶対100%今まで1回はすれ違ってるよ、うん、なのでそれぐらいねあのののの中っってていいいううはね人がいますそういう人たちの中でも特にまあヤクザ系なのかなっていう人たち、えー、こういう人たちはですね僕からパッと見た時の魂の様子っていうのが一切動じてないんですよ。 まあ歌舞伎町とかそういう町に行ったことある人はわかると思うんだけどまあすごいさヤンキーたちがウェイウェイウォーグを言ってるような雰囲気とか東横コキッズみたいのがいたりとかしてさちょっと殺伐としてるからびくつくわけですよ特に僕みたいな、まあ、一般的なメンタルのやつっていうのはなんかちょっとうわ怖いやばここ治安どうしたんだよみたいな状態でビクビクしながら歩いたりとかするんだけれどもそういうのがやっぱみんなねあるんですよ。 いくら友達と歩いてて楽しそうにしてるとかカップルでいてなんかイチャイチャしてるってあっても周りの様子がちょっと殺伐としてるなっていうのに対してなんか怖い感じになってるっていうのはえみんなあるんだけれどもそのねやっぱもともとそっち系の職業だった人たちっていうのは一切。 深い感情が動じてないんですよねものすごく図心と心が通ってるような状態にあるこれがですね僕個人的にやっぱ大きな特徴かなというふうに思います他のヤバい職業の人たちとは比べ物にならないですねもちろんヤンキー気質っぽい人たちも動じてないんですよそんなにやっぱどっしりしてたりするんだけれどもそれはですね周りとの都等を組んでいるんですよ 人とのつながりってやっぱ心強くなるじゃないですか一人でやばい街歩いてるよりも23人で友達や家族で歩いてる方がなんとなく大丈夫だろうというような気になりますよね、えー、そういうのと一緒であのなんかこわもてな兄ちゃんたちっていうのは徒党を組んでるから安心感が強いわけですよみんなで一緒にいるぞウェーイみたいな状態になってるからでもそれがないたった一人で歩いてるのにすっごいどっしりとした気持ちでいる人たちっていうのはあこの人は 過去にものすごい,やばい犯罪をしたことがある人だろうなそれこそまあお勤め何十年と入ってた人なのかもしれないなっていう雰囲気はねもうダダ漏れです。でこの人たち決ししてて自分でなんか偉そうにしてませんまあ普通に見た時になんかこうやって肩で風切ったりとかなんか周りにいらみ散らかしてなんかメンチ切ってたりとかそういうことはしてないです。じゃあどのように歩いてるんだっていうと周りを一切意に介さないような状態で歩いています。 例えばわざと威嚇することはないけれども周囲に対してびくついたりちょっと気を遣ったりっていうすることもない至って俺はただまっすぐ道を歩いているんだという、まあ、気持ちをそのまま表したかのような歩き方っていうのをしているので、まあ、そういう、まあ、おじさんですね若い人でそういう人は見たことないけれどもおじさんはもうちょっと気をつけた方がいいかもしれないです僕だったらら絶対もううメートルぐらい離れて歩くようにします。 で、えー、なんでそうなってしまうのかっていうのはおそらく自分の中に一本筋道を通さないとやっていけないような職業だからなのではないかなというふうに僕は予想してます別にそういう人たちと繋がりがないのではっきりとは明言できないんだけど、えー、何か自分の中で正しさこれが俺の生きる道なんだっていうまあ、一歩筋道を通すことによってまあ、ちょっと人が 聞いたら絶対できないような仕事とかにも手をつけられるわけじゃないですかそれが体に体現されてるんですよねだから歩き方っていうのがそういう風になるんだろうなという風に思うんですよだから うー一見優しそうに見えてもねタクシーの運転手さんとかも気をつけた方がいいですよあの運転手さんって結構もともとそういう職業の人ってマジでいるから気をつけてください。でまあ2つ目ですねお薬やってるような人たち、えー、こういう人たちっていうのは度合いにもよるんだけれども特にあの一番やばいやつね一番やばい類の薬っていうのをやってる人たちっていうのはもう心がないです。 あの魂がぶっ壊れてますこれは桜井さんとのコラボの中でも、まあ、話させていただいたんですけれどももともとですね特攻隊だったりとかもう自分の自我を押し殺そうと。 もうバグらせよう精神おかしくさせようというときに使う薬だったわけですよなので自分自身というのをどんどん破壊していくんですよねだから普通何か物を見れば感情が動いてり一気にバーってなったりとかするもんなんだけれどもその使用者の人たちっていうのはねもう自分が何者なのか自分というものが全く見えなくなってしまっているんですじゃあどう見えてるのかと一応生きてるじゃん飯食ってるじゃん飲み物飲んでるじゃんって話じゃないですかどうなってるかっていうと自分の理想系の 他人を自分だと思ってます憧れのあの人だったりとか、えー、そういう自分の中でこの人理想系だなーっていう人が自分自身に映し鏡のようにもう完全に勘違いした状態で捉えていて俺はすごいんだと、ね、桜井さんも言ってましたよねもう天皇だと俺が天皇だっていう状態で街を歩いてるとまさにその状態で歩いてるなというふうに僕もね常々 ややっっっっぱぱ思っててまました、うん、であとやっぱすすごい偉そうなな状態になってます異常なぐらいまで偉そうな状態になっててこれはね、えっと、歌舞伎町ならずちょっと脇道入ったようなところとかにも結構いたりするので絶対にぶつからないようにしましょうあのこういう人はね多分全国各地別に関西の方とかにもいると思うのでうん僕らの見えないところでそういうものは取引されてるし使用者っていうのが取引されてる分存在するので絶対に近づかないようにしといた方がいいんじゃないかなというふうに思います。またですね、まあ場合 のの人人だだっったたりりととかか、まあ、詐欺師の人だったりとかこれはですね今までの2つより、えー、分かりづらいのでちょっとおまけ程度になってしまうんですけれどもまあ僕個人的には見ていて異常なまでに周囲を警戒している周囲に注意散漫異常ぐらいまで全部に目くばせしている人たちっていうのは何かしら悪いお仕事してる人なんじゃないかな と思って僕は睨んでますね、うん、だってそんなに気にする必要はないじゃん友達とだけ喋ってればいいし一人だったらさ映画館行こうってなったら映画のことだけ考えてればいいわけじゃないですかでっかいポスター見て「あ今日あの映画見るんだ楽しみだな」とかでいいのに異常なまでに周りを警戒してる注意してる見てる人たちっていうのは何か理由があるんだろうなというふうに思うのでそういう人たちはまあちょっと。 危険な職業に足突っ込んでる人なんじゃないかって僕は思ってます。まあ、言ってみればキョロキョロしてる人ぐらいに思っといてください。これはそんな気にしないでいいと思うけどね。 え以上のようなまあ3グループこれらはですねまあ一般の人から見ても意外と特徴があるしき領的な目線で見てもやばいということが言えるのではないかなと思うのでまあ歌舞伎町に限らずやばいと言われている街に近寄るときっていうのはぜひぜひこの辺気をつけてくださいというお話でございましたいかがでしたでしょうかえーまあ新宿というのがね最近あのジェンダーレストイレだったりとかあと新宿の新しいタワーねそのジェンダーレストイレが入ってるタワーだったりとかあと東宝シネマズだったりとか意外とねなんかファミリー層でえーカップルとかまあ 健全な人たちにに遊びに来てくださいよあれも歌舞伎町抜けていくしえそういう皆さんに安全安心なクリーンな街ですよってアピールをまあ区全体で行っているからえじゃあ行ってみようかっつって行くファミリー層って増えてると思うんだけどあのねだからといってその街に住む人たちとか訪れる人たちが変わったのかというとそういうわけではないのでもともといる人たちの中にプラスアルファされてるだけだから本当にねあの悪いところに 言ってるんだっていう自覚は持ってた方がいいと思いますはい、僕はそこは結構危険だと思いますようん相変わらずねはい最後までご視聴いただきありがとうございました、えー、とはいえね皆さんも一切そういうものと触れ合わずに生きていくことはなかなか難しいと思うので自分で自分の身を守りながらしっかり警戒しながら素敵な生きるライフをお過ごしくださいまたお会いしましょうバイバイ